読解力を高める方法。精神科医カバサワ旬のカバチャンネル、今日は金沢の武家屋敷の後からお届けしています。今日は質問いただきました。トネリトントンさん、49歳、女性。読書での行間を読むとはどういうことですか？作者の伝えたいことを想像することでしょうか？よくわかりません、教えてください。文章っていうのはそのものズバリをそこにね書かれている場合もあります。論説文とかですね、そういうものであれば私の意見はこうだっていうふうにね書かれているものが多いと思いますけども、小説であるとかエッセイであるとか、自分の感情を表現する、あるいはその主人公や作者の感情を表現するといった場合において、直接的に書いちゃうとむしろつまらないわけだから、そこで叙情的な表現とか間接的な表現とか比喩とかいろいろな技法を使ってですね、間接的にその自分の考えや感情や思い、そういったものを表現していくというのが文章なわけですね。直接的に伝えるだけじゃないという部分が文章の面白さであるわけです。それによって自分が想像したりね、この人はこういうふうに感じてるのかとか、この人はこう思ってるのかとか、そういうふうに推測して楽しむっていうのが文章の面白さですね。なぜかというと、映像とかだとその映像でその風景とかがそのものが描かれていますけども、文章は文字で表現するしかありませんから、例えばこういう古い街並みがあります、河原の屋根があります、木陰から日光が差し込みます、川のねせせらぎが聞こえますとかですね、江戸時代のね雰囲気を忍ばせる風景ですとかね、いろいろあると思うんですけども、それはこうやって画像で見ると一目瞭然なんだけど、小説であるとか文章であるとかになってくると、その文字だけでそれを表現しないといけないから、それを想像しないといけないわけですね。逆にそれが大変ではあるんですけども、文章の面白さであるわけです。だからこの同じ風景を表現するにしても、10人いれば10人全く違ったね表現っていうのが出てくるかもしれませんね。そこが一つの文章の面白さであり、そういうふうにイメージしたり想像したり考えたり空想したりするというところに、本読んだりする読書の面白さっていうのがあるわけです。行間を読むっていうのはね、そういうことで、そのものズバリが書かれていないものがありますので、直接的に文字で書かれていない、文字で表現されていない部分に自分の空想や想像や考えで埋めていくっていうものが行間を読むってことですね。この作者はどういう思いでこう書いてるのか、主人公はどういう思いでそういうことをしているのかっていうことを想像したりイメージングしていくということが行間を読むっていうことです。結局のところ、じゃあどうやれば行間を読めるようになりますかってことになると、それは読解力を身につけるってことになるんですね。この読解力っていうのはものすごくものすごく私は今の時代大切になってるんじゃないかなというふうに思います。読解力がないです、ほとんどの人は。なぜかというと、私のインプット大全っていうのに書かれてますけども、インプットした量っていうのをどうやって測るかっていうと、アウトプットの質と量で測ることができます。ですから私の書いた例えば3つの幸福という本をどう思いますかって言った時に、良かったです、ためになりましたって一言語る人と、3つの幸福という本を読みまして、私は自分のオキシトシン的な幸福というものが非常に足りないというふうに感じました、それでこの後オキシトシンという幸福をっていうふうにね、5分も10分もその本の内容について延々と語ることができたのなら、その人のインプット量っていうのはかなり膨大なものがあるわけですけども、良かったです、ためになりましたっていう一言で終わってしまう人はせいぜいそれぐらいのインプットしかできてない。要するに内容を理解できていないし、咀嚼できていないし、受け止めていないし、記憶にも残っていないっていうことなんですね。だからそういう意味で言うと、毎回ね本を出すために感想キャンペーンっていうのを行って、100人以上の人の感想を送ってもらって読んだりしますし、あとAmazonのレビューを読んだりしますけども、ものすごく深いレベルまで読み込んでいる方というものもいらっしゃいますが、実は多くの人っていうのは読んでるようで読めてないんですね。ただ字面を追ってるだけね、日本人っていうのは字が読めない人はほとんどいないと思いますけども、ただ読むだけじゃなく内容を理解したり、さっき言ったり行間を読めたり、作者の意図やその文章を書いた人の意図を正しく汲み取れないと読んでる意味がないんですよね。そういう意味で言うと、読解力がある人っていうのは非常に少ないと、私は1割ぐらいの人かなと思いますけども、逆に言うと9割ぐらいの人は非常に読解力がないと思います、もしくは非常に低いということですね。で、実際日本人の読書量の調査で言いますと、日本人の2人に1人はですね、1年間に1冊も本を読まない。本というのは漫画や雑誌を除いた普通の単行本でございますけど、そういった本を読まないという人が2人に1人です。 50% ですね。つまりそういう人たちは当然読解力が身につくはずがないので、読解力がほぼないということになる。そういう状態になるとどういうことが起きるかっていうと、どうしても仕事上の書類とかさ、マニュアルとかさ、契約書とかさ、いろいろなものを読まないといけないでしょ、皆さん方ね。あるいはそのネットで調べて記事を読んだり、自分のそういう仕事に関連
連するようなニュースとかを読むということを仕事の一環としてやったりすると思うんだけども、そういった中で読解力が低いとですね、きちんと正しくそういう情報を読んで理解することができないんです。つまりほとんどの人は浅くなんとなく分かった感じになっているだけっていうのが私の実感でございます。なぜそう言えるのかっていうと、私の書いた本をどこまで皆さんが理解しているのかっていうことを今まで何千通もの感想をね、Amazon レビューを含めると数千通のね感想などを読んでいますけども、いやーすごい深いレベルまで読んでるなっていう人は本当に本当のごく一部、ほとんどの人は読んでるようで読めていない、あるいは全く私が考えている意図と真逆の理解をしたりですね、全く曲解したりですね、勝手に自分勝手に結論付けて、カバさんはなんてひどいことを結論するんだみたいなね、よく読めばそんなこと書いてないんですけど、勝手に自分でですね間違った解釈をして勝手に腹を立てて勝手にストレスを増やしているという人がすごく多いんですね。私は 1% もそんなこと考えちゃいないように、皆さん思い込みでね本を読んだりするんですけども、そういう意味で言うと読解力がある人というのは成長が早いです。読解力のない人と比べて10倍から100倍ぐらい成長するのではないでしょうか。というか逆に言うと、読書についてもね、私本も書いてるし、インプット体制も書いてるし、読んだら忘れない読書術も書いてるし、 YouTube でも読書の話ってものすごい、多分100本以上読書の話上げてると思うんだけども、読解力の話あんまりしたことがないと思うんですけども、読解力が低い状態で100冊本を読んでも何も身につかないんですよ。そこから受け取る量が少ないわけだから、例えば 1% の読解力で100冊の本を読んでも1冊分の学びしかないわけですね。それを 80% の読解力で読めば、100冊読んだら80冊分学びを得られるわけですよ。本をたくさん読みたい、多読速読したいですっていう人が多いんだけど、私は深読、深く読むということをしなさいということを言う。もっと言うと、読解力を高めて深く本を読んでいく。深く本を読むことによって読解力が養われる。読解力があるからこそ深く読める。深読というものと読解力というのは表裏一体なんですね。じゃあ読解力を高めるためにどうしたらいいですかと言った場合において、2つ方法があると思います。一つはアウトプットするということです。これも何度も何度も言ってます。本を読んだら感想を書きなさいってことをとにかく今何十回も何百回も今まで言ってると思いますけども、やってますか皆さん。ほとんどの人はやらないんです。本を読んでも感想を書かない、メモも書かない。そうすると忘れるだけ、読解力も深まらない。1500円もかけて本を買ってるのに、そこから何の学びも得られないし、自己成長も得られないです。よくね、自己啓発本を読んでも人生なんか変わらないっていう風に言う方がいらっしゃるけど、アウトプットしてれば変わりますよ。それはね、間違いなく。皆さん本を読むインプットだけで終わってるから、人生が変わることなんかありえないです。それは本読んだだけでね。アウトプットするっていうのは話す、書く、行動するですから、現実を変えていくためには話す、書く、行動する以外の方法は、ただ頭の中で100時間考え事をしても、それを誰にも話さないし、何にも書かないし、行動も一切起こさないとしたら人生変わるはずないですから、アウトプットしない限りどんな学びも無駄です。意味がない、忘れるだけ、時間の無駄、お金の無駄。読書しない方がマシですね、まだね。アウトプットしない読書であれば。なので感想を書くっていうのは、テーマを決めて書かないと書けないですよね。その本の中にどこに共感したのか、自分はこういうことで悩んでいて、その問題がこの本で解決されましたみたいなものがね、本の感想文だったりすると思うんですけど、そういう方向性とかね、目的意識を持って書くと、目的意識を持って本を読めるようになってきます。これが私のインプット大全でお伝えしているアウトプット前提っていうインプットの仕方なんですけども、目的を持って本を読む、感想を書こうと思って本を読むと、いろいろ深い部分が読めるようになってくる。それが読解力が深まるっていうことですね。ですからとにかく本を読んだら感想を書くというのを習慣にしてください。最初から何百文字の感想を書くのは難しいと思いますので、箇条書きでもいいですから、3行ぐらいの気づきを3つ書くっていうだけでも全然違ってきます。できればそれを文章形式にして、きちんと400文字とかぐらいにねまとめて、 Facebook とかブログとかに感想をアップするといいと思うんですけども、非常にいい読解力のトレーニングになりますね。もう一つ読解力を高める方法、2つ目ですけども、それは文法の本1冊読んだらいいと思います。具体的に言うと、高校の時の国語の参考書を取り出してきて、その文法の部分を読み返してみるといいと思います。例えば接続詞とかすごい重要なんですけど、接続詞でしかしっていうね、逆説の接続詞というのがあった場合は、今までの内容と逆の内容がそこに展開されますよみたいなことが書かれていると思うんですけども、学生の頃それ読んでもね、なんか意味がわからないと思うんですよね。それはなぜかというと、本を読んだ量が少ないからです。実際もう一度今学生の頃の国語の文法の本を取り出してきて、もう一回読み直すと、ある程度読書をしてる人だったら、ああこういうルールがあるのかって改めて気づけると思うんですね。そういうふうに接続詞っていうのは、例えばさらにっていうね言葉があったとしたら、さらにいろんな事柄が追加されるってことがわかるし、そしてって言ったら、そこに対してプラスのですね内容が追加されるっていうことが、そういうふうにルールとしてあるわけね。そうすると、今までなんとなくそれは理解してたと思うんだけど、実際に文法で改めて読み直してみると、改めてやっぱそうだよねっていうふうに思って、今後あなたが本を読むと
時にそれが頭をよぎるようになって、より深くですね読めるようになってくる、よりディープなところまで読めるようになってくる、行間を読めるようになってくる、作者の意図やそういったものを非常に深いところまで読めるようになってくる、あるいはそういうネットの情報とか、あるいはニュースでもいいんだけども間違った理解をしないで済むようになる。多くの人は非常に間違った理解を勝手にして誤解して自分なりの世界観で理解している人が多いので、人生が無駄になりますね。読解力が低い人っていうのはね、さっき言った読書をしても身につかないわけですから。なので読解力っていうのはものすごく大切だと思います。先日ドラゴン桜というテレビドラマね、面白かったですけども、その中でも一番最初の方に東大に合格するには読解力が重要だってことを一番最初の方で言うんですけども、その意味というのを皆さん方あんまり分かんないんじゃないかなと思うんですよね。東大受験に限らず中学受験高校受験において読解力っていうのはものすごく大切です。なぜかっていうと問題は日本語で書かれてるわけですね。だからその出題者の意図っていうのを読み解くと、例えばこの数式とかもあるんだけど、特に難解な難しい問題とかを解く場合、出題者はどういう意図でこれを出してるんだろう、何をさせたいんだろう、何を問うてんだろうこの問題はっていう発想でですね、問題文を読むとですね、簡単に答えに行き着くんですね。そういったことを考えないでなんとなく読んでなんとなく解いてるんです、ほとんどの人は。ですから読解力っていうのは学校の試験とかね、そういう学校の成績にもろに影響を及ぼします。皆さんのお子さんにね、読解力を身につけるのとても大切だと思うんだけども、それは本を読んで感想を書くっていうことをしていくと読解力っていうのは身についていきますね。ということで、今インターネットの時代っていう風になってますけども、インターネットの時代っていうのはテキストベース、文字情報を読むっていうことが非常に多いわけです。インターネットでもちろん動画見る、音楽を聞くっていう人もいるけども、基本的に文字読まないとインターネット操作できないですよ。皆さんもブログとかニュースとかインターネットで読んでると思いますけども、文字です全部。ですから文字情報をしっかりと適切に理解して把握できる能力っていうものが皆様の仕事能力を高めるし、皆さんの成長を早める、いろんな意味において読解力ってものすごい重要なのでね、今日言いましたように日本語の文法の本をちょっと読んでみる、高校生の参考書や教科書でもいいと思います。そして本を読んだら感想を書くというアウトプット、この2つをやることでね、読解力身についていきますので、読解力って一度身につくと一生使えるので、全ての文字を読むときに一生使えるので、ものすごい有利な能力だと思いますし、トレーニングすると誰でも身につけることができますので、ぜひ読解力皆さん身につけてほしいなと思います。速読も多読も必要ない。純駆動っていうのはすごくいい書店ですね。昨日純駆動の店長さんと話してご飯も一緒に食べて1時間ぐらいいろんな話を聞いたんですけど、純駆動っていろんな本を一冊ずつ置いてるんですよね。もちろんたくさん置いてる本もあるんだけど、すごく売れない本もたくさん並べていただくのが純駆動さんですよね。これってすごいビジネス的に見るとものすごい損失なんですよ。今ここに例えば本10冊置くスペースがあった時に、売れない本を1冊ずつ10種類置くのと、売れ筋の本を10冊置くのとどっちがいいですかって考えた時に、売れ筋の本を10冊置いた方が絶対売り上げもいいし儲けにつながるわけです。売れない本を10種類並べてもですね、たまにどれかが売れるかもしれないけど負けるわけです、ね、在庫っていうのがすごいリスクなんですよ。なんで純駆動さんってものすごい在庫を持ってる、いろんな本を読んでいただきたいっていうことでしょう。利益っていう意味で言うと売れ筋の本を中心に並べた方がはるかにいいわけですから、そういったことで純駆動さんっていうのは本当にいろんなたくさんの種類の本が並んでいるっていうのは、もう私のような本好きにとっては素晴らしい書店ではあるんですけども、昨日ちょっといろいろな裏話、動画では話せないような裏話も聞きましたけど、やっぱり在庫を抱えてるってことはすごい大変だらしいんですね。その在庫のチェックとか何冊在庫を抱えているとかいうのも常に1回調べたりするんですけど、それだけでものすごい費用が、人が作業するってことは経費がかかるのでね、だからいろんな種類の本を並べてる本屋さんっていうイメージだと思うんだけど、それっていうのは意外と簡単そうで普通の書店には絶対できませんね。お金がかかりすぎると、それよりは売れ筋の本を売ってる方がはるかに儲かるわけですから、そういった意味を考えると純駆動さんのような書店さんが読書文化というかですね、本を読む人の文化というものを支えてるなというふうに改めて思いました。やっぱ本を読む人が減っているというのは樺沢もほのかきの一人として非常にですね残念に思いますね。多分ここの樺チャンネルの読者の皆様方におかれましては樺沢ファンも多いので、読書っていうのは当たり前であったり、普通に本読むよっていうのは当たり前だと思うんだけど、世の中の人におかれましては文部科学省がずっと何十年も行っている読書の調査っていうのがあるんですけども、なんと全人口の 50% の人は漫画や雑誌以外の本を買わない、つまり読まないってことでしょう。読書の習慣がない
ない2人に1人は漫画雑誌以外の読書の習慣がないっていうことがずっと何十年も前から変わってないんですね。本読まないっていう、動画とかスマホとか見てると思うんですけど、スマホとかの場合におきましては SNS ってやっぱり長い文章ってないので、だいたい1行か長くても2行ぐらいじゃないですか。 Twitter とか他の Facebook とかを見ても、あるいは皆さんが LINE でメッセージを送る時も1行2行でとりあえず短い文章を釣られていくっていうのが文体ですね。そうなってきた時に接続詞とか長い文章っていうのを読まないわけだから読めるようにはならない。そういった意味において読解力っていうのがものすごく下がってるなっていうのを私は懸念しますね。読解力が下がってるってことは理解力であり、それは考える力であり思考力なんですね。あるいは問題解決能力と言ってもいいでしょう。考えることができないんだったら自分の悩みを解決することもできませんので、だから何か問題に直面したら、ああどうしようどうしようしか言えなくなってしまうっていう、結局読解力イコール思考力、自己洞察力であり考える力、全ての思考力の源というのが言語によって成り立っています。なぜならば言語によって皆さん頭の中で物を考えるからですね。言語を考えないで直感だけで何か素晴らしいアイデアがひらめく人もいるかもしれないけど、考え事をするときに言葉を使わない人っていうのはあまりいないと思います。わかりやすく言うと、考え事をするときに言葉を使った方がはるかに考えを進むし、結論を他の人に伝えることができます。言葉を使わないってことは他の人に言葉で伝えられないってことになってくるので、自分だけは気づくみたいなね話になってくると思うんだけど、それっていうのはなかなか難しいことなんじゃないかなと思うんですよね。ということで、やっぱり読解力というものを皆さんに身につけていただきたい。そのためには本を読んでいく、たくさん読む必要はないです。速読とかも流行ってるけど、基本樺沢は速読多読というものをお勧めしません。1ヶ月に1冊読めば十分です。3冊読めば素晴らしいと思います。それ以上読んでもどうせ身についてないんで意味がない。いい本をちゃんと1冊1冊しっかりと読んで、そこにある内容をしっかりと行動化していくっていう方がはるかにウルトラスーパーに大切ですね。なのでしっかりと1冊1冊を読んで味わっていくといいんじゃないかなと思いますね。そしてそこでちゃんと味わって読むことで読解力が身についていくわけですね。読解力っていうのは自己対話の力と言ってもいいでしょう。本を読んで考える、これってどういう意味なんだろう、これはこういうことなのかな、考えながら読んでいくわけですから、皆さん本を早く読みたいっていう人が多いんだけど、本を早く読む必要なんかないんですね。私なんかじっくり味わって読んだ方がいいんじゃねえのっていうふうに思います。漫画なんか見てて思うんだけど、満喫とかにたまに行くけども、皆さんの漫画を読む速さに驚きますよね。こうやって読んで速読かみたいな形で、私は普通に漫画の単行本読むのに1冊30分ぐらいかかりますけど、普通の人は10分とか15分で読むんでしょ。私は一行一行行間を味わいながら、さらに絵を楽しみながら読んでいくので、漫画単行本1冊30分かかっちゃうけど、そういうじっくりと味わって考えながら読んでいく読み方っていうもの、漫画に限らずの本もそうなんだけど、とてもいいことだと思うんですね。速読とか必要ないですよね。ゆっくり読めばいいじゃないですか。何のために読むんだ、インプットのためなんですか。読書のいろんな意味があるんだけど、思考力を養うとかですね、考える力を養う、自分の読解力を養うっていう意味で言うと、速読よりも私が言う深読、深く読むっていう読み方の方がはるかに有利だなというふうに思いますね。この読解力がないとですね、どういうことが起きるかっていうと、例えば病院に行って何かこの注意書きみたいのが渡された時に読めないんですよね。日本語としては読めますよ。音読できるっていう意味は読んでることにならない。内容を理解してそれを実行できないと読んでる意味がないじゃないですか。なので理解できないといろんなトラブルが起こります。こういうことがいろんなところで日本中で起こってると思うんですけどね。逆に言うと、読解力のある人は本読んで物事の吸収をすることができるので、自己成長っていうのはものすごく早いですし、本の力を使えない人はどうやって勉強するのか知らないですけど、基本勉強してないんだと思うんだけども、人から学ぶしかないとなると、それはそれとして非常にいいんですけども、自分の周りに教えてくれる人や情報源になるような人がいなければ一切学べないことになってしまうので、やっぱり読解力がある人とない人というものがこれから二極化していくし、差別化していくし、読解力のある人はいろんな情報に膨大に短時間で格安に接することができるけども、そうじゃない人はネットの間違った情報で踊らされているということが実際コロナ禍において普通に起こってますからね。ということで、メンタルを癒していく上でも読解力、理解力というものが必要になってまいりますね。私はそういう人が読解力や理解力が低くても分かるように、こういうふうに回りくどくというか噛み砕いて分かりやすく説明していますし、私の方もかなり分かりやすく書いてはいると思うんだけど、それすら間違って読んじゃう人がいるんですね。アマゾンレビューとか見ると、そんなことどこにも書いてないけどな、この本は何とかかんとかを主張しているとか言うんだけど、そんなことどこにも書いてないですけどねっていう、勝手に間違って読み方をして怒っ
り出す人とかもいるんですけども、という形で本というものは私たちの心の安定であったり成長であったり楽しく豊かに生きていくためには欠かせないものだと思います。最初の話に戻りますけど、純駆動さんのいろんな本を揃えておく、在庫としてね並べていくっていうのは、そういう読書文化を維持していく上において非常にですね大切なことであり、お金もかかってるわけです。在庫として持つってことは、そういう本を売って儲けるっていうことではなく、そういう読書文化を守る最後の砦のような、そういう書店だなというふうにですね、純駆動沖縄店の那覇店の店長さんと話しながら、店内案内してもらいながらね、改めて思った次第でございます。ということで、読解力の重要性、読書の重要性ということをね感じていただけたらなと思います。11月9日に出ますね、言語化の魔力という言葉にするだけで悩みは消える、そういう内容の本、ぜひメンタル患者さんにおきましては何度も読み直してその通りやっていくと、悩みは消えるし、ストレスも消えるし、ネガティブ感情も消えるし、病気がものすごく治っていく。一般の人におきましても、日々の仕事のストレスや人間関係、夫婦の関係のストレスなどもどんどん消えていく本を書きましたので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。精神科医カバ沢志音のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。